蘇合広島店の新館は1994年4月にオープンしおよそ29年にわたって本館との二館体制で営業を続けてきました蘇合広島店は新館のビルを所有する NTT 都市開発との契約が来年4月に終わることを受けて去年、今年の夏に閉館することを発表していましたが8月31日で閉館すると発表しました これを受けて広島ロフトは今年10月に広島センタービル内のアクア広島センター街5階に移転するとしています。また、本館については地下2階から地上10階の全フロアを改装し、秋にリニューアルオープンする予定ですが、詳細はまだ明らかになっていません。総合広島店は、 豊かな広島の暮らしを体験できる百貨店として邁進してまいりますとコメントしています。